行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に立った高度なトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございますね。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いをかみしめつつ、それでは参りましょう。これは、このかぐわしい香りは、まさか。はあ、驚いたわ。この宮の秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、伊達におもろい格好しとらんな。まあ、たこ焼き屋はたこ以外焼いたらあかんなんて法律はあらへん。どや、チートこうたってや。ほっぺた落っこちてまうで。ほっぺたが落ちる料理、現実には非常事態のような気もいたしますが、ぜひとも体験してみたく存じます。どうかお気になさらず、私にとって好奇心は金銭などよりはるかに勝る。よく見ましたら1パック400円。それでは2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなくあれ、よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。いいえ、特には何もですが、私、食べてみたいものは他にもまだまだございます。考えてみれば、それらを食し終えるまでほっぺたを失うわけにはまいります。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子、はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。どうかなさいましたか。思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ、本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。